シーズン19新情報大全。シーズン19までとうとう3週間を切りました。そして徐々に新シーズンの情報が解禁されてきたので、今回はこの動画で一挙シーズン19の先取りをして環境の先駆者となっていただきます。新マップの可能性。前回の新マップであるブロークンムーン、これはシーズン15に登場しました。エイペックスの新マップの頻度はだいたい4シーズンごとに登場するので、来たるシーズン19に新マップが来ても全くおかしくはありません。シーズン0から3でワールズエッジ、3から7でオリンパス、7から11でストームポイント、11から15でブロークンムーン、そして15から19でなんちゃらこうちゃら。では一体どんなマップが来るというのか。ですが今現在こんな怖い噂がささやかれてて、今回は新マップではなくマップの大きな改変の可能性がある。そのマップが皆さん大好きストームポイント。今現在コマンドセンターで嵐が迫ってきてるのがかねてより確認されております。その上何やら怪しい雲がこちらに来てる様子もたびたび確認されております。なのでもしかしたら今回の新マップはストポの大きなマップ改変となる可能性はなくはないです。確かにブロークムーンが出てまあ約1年だよ、しっくり来ないよね。ということでコンテンツの氾濫を抑えるために既存のゴミマップをリワークして神マップにするのはなし寄りのありよりのなしだけど、一番なのはデリートザストームポイント。さあ皆さんはシーズン19で一体何を期待するでしょうか。ぜひとも運営の要望も兼ねてコメント欄で教えてください。俺としてはもうちょいほんのちょっとだけね、ランク心緩くしてくれ。マジで未だゴールドスタック。新レジェンド、新シーズンといえば新レジェンド。前回のシーズン18では新レジェンドは登場せず、既存のレジェンドレブナントをリワークした形で事なきを得ました。では来たるシーズン19では一体どんなレジェンドが登場するのか。それがコンジットというキャラ。コンジットはなんとライフラとオクタの娘という情報が出てるんですよ。はーい、一旦ね理解に苦しみたいんですが、とりあえずそれは置いといて、まずパッシブから見ていきましょう。パッシブは題して自動ドローンといったところでしょうか。ではそのドローンは一体何をしてくれるのか。自動フィニッシャー。皆さんは敵をダウンさせた時いちいちフィニッシャーをして格殺すると思うんですが、この新キャラコンジットは一味違います。なんと自動でフィニッシャーを行ってくれるので、いちいちフィニッシャーをする手間を省くことができちゃう。そのフィニッシャーがこちらなんですけど、今は一旦その視野の見た目に置き換わってるんですが、ここまで具体的に情報が見えてるんですよ。次にスキルバッドドクター。これはライフラと同じ感じでドローンを活用する感じですが、ライフラドローンとは違って周りの味方の体力を回復するのではなく、その真逆のソナタ、近くの敵の体力とシールドを徐々にダメージを与えるといった能力。非常に画期的、ドローン型タレット的なイメージかな。またこのドローンはニューキャッスルのシールドと同じく移動することも可能らしい。なのでクラスとしてはおそらくスカミかアサルトぐらいかな。レブがスカミになったのでアサルトが一番可能性が高いかなって感じで、ウルトステイダウン、これが激烈やばい。能力を受けた人の全ての蘇生を101秒間キャンセルできるといったもの。101秒ってマジか。かなり攻撃的なレジェンドになりそう。ランク報酬、こちらシーズン17から噂されていたもので、これがシーズン19でそろそろ実装されるんではないかと言われているんですよね。ほぼ確実です。俺もそう思う。従来までのランク報酬はバッチとチャーム、そしてダイヤ上にはダイブ起動も贈呈されてました。プラチナ以下にはねえよ。そのダイブ起動がシーズン19から削除されるといったもの。というのもシーズン17後半バルキリーのプレステージスキンが出たあたりから雲行きは怪しくなった。バルプレスキンには金色の起動が付属しておりました。起動といえばランクの報酬、それが課金で手に入る時代。もはや起動のためにランクを頑張る意味はありません。ましてや今後近々レブのプレスキンにプレ起動もどきが出るとのこと。ではランクの報酬が一つなくなるというのか。いや違う、それがバナー。起動からバナーへ変わるイメージ、これがそのバナーたちなんですけど、プレデターなら赤色、マスターなら紫、ダイヤなら青色。プラチナ怒りはねえよ。こちら俺的には非常にナイス。なんせ私バナーオタク、いいバナーを作ることに人生を尽くしてきた。あなたが学生時代力を入れてきたことは何ですか。はい、バイバナーを作ることです。っていうね。ここでシーズン18のランク分布発表。3週間余りを残した現時点のランク分布はこんな感じ。ランクの感じとしては正しい感じか。ただやはり高ランク帯のダイヤ以上がかなり少ないですね。プレイヤーは多いんですけどね。なので上位帯のマッチングができなくて下の方に降りてきて無双して帰るんでしょうね。上手い人にとっては余裕のランクでしょうが、俺みたいな弱い人にとってはきつい苦しいランクだった。でもやりがいは過去一。よって今シーズンはゴールド以上から高ランク帯といっても差し支えはなさそう。さあみんなゴールドまではいく
こう。ゴールドスタックマンよりゲームエンジン APEX に革命が起こります。 APEX がリリースされてもう4年と8ヶ月が経過しました。4年前なんて俺まだ高校生やぞ。寝てたな。ということでゲームエンジン的にもちょっと古くなりました。なのでシーズン19からゲームエンジンが進化する可能性があるとかないとか、つまりこれは APEX2.0 の示唆であるぞと。何がどうなんねん。ゲームエンジンが進化することで変わること、その1、タップストライフ削除。はい、終わりです。 APEX の一番美味しい部分であるキャラコン、その中のタップストライフはあくまでバグなんですよ。というのも APEX はソースエンジンというエンジンで作られました。かねてよりこのエンジンは訳ありエンジンでして、飛びながら視点を動かすと大きく曲がるという仕様というかバグがありました。なのでこの名残が APEX にも残ってしまい、タップストライフが実現したと。でも正直俺は APEX 2.0 になってもこれだけは消えないと思う。なんせもう運営はタップストライフをバグではなく仕様に認定してるんですよ。詳しくはこちらショート動画なんですけど、エンジンが進化したとしてもバグであり仕様であるタップストライフは消えることはないのではないかと思うわけ。その2、粛清。 APEX にはかねてよりありとあらゆるバグやチートが文化として根付いてました。ですが APEX 2.0 ではそれらが一気に無料空所デリートされちゃう。というのも APEX の無数のバグやチートは古いゲームエンジンを使っているせいでうまく制御できてなかった。オートバグ。ですがエンジンを進化させることでそれらの不正が一切消えるわけですね。非常に良きではないか。その3、 CS3 終わる。 APEX 2.0 は多分くっそ重いです。古いエンジンがゆえに PS4 や XBOX は 60fps でプレイできてましたが、新エンジンともなると次世代ゲーム機でないと満足にゲームできないんじゃないか。 PS4 でももう 30fps きついのなのって、ましてやもうスイッチなんてもう5出たらいい方ちゃうか。レジェンドトークン、使い道が少ないくせに少ないと辛いトークン。一方その頃パツネジはやっとの思いで3万突破。登録者より少ないよ。そんなレジェンドトークンに新たな使い方が到来するらしい。レジェンドトークンといえば色違いスキンの交換やレジェンドの解放、そして気に入らないチャレンジの変更が可能でした。これらの使い道に新たに追加される模様ですが、これはまだ確定情報ではなく彼ってよりあった噂でしかない。だから来るかどうかわからない。でもほぼ確定来るんじゃねえかって話ね。ちょっと本当にガチで来てほしい。その使い道というのがトークンをバトルパスに使うというもの。皆さんは今バトルパスレベルいくつですか？俺はもう絶望的ですよ。残り3週間で60レベルなんて俺何してた。過去最高に APEX をしてなかったシーズンですよ。まあインターンシップに行ってたのもありますけどね。何よりもオーバーウォッチですよね。そのバトルパスレベルをトークンで買うよというもの。なんとこれ無課金税歓喜歓迎。今まではバトルパスを買えなくて悔しかった方々もこれのおかげでトークンも使えるし、バトルパス限定のスキンも使える。そう、無料でもそう買えるらしいのよね。聞くところによると。ただここクソ注意ね。110レベル全部買えるわけではなさそう。また1ティア買うのも1万くらいとかなんかかかる可能性があるので、トークンのご利用は計画的に。バトルパス、毎度おなじみ新シーズンといえばバトルパスの最終報酬。ここでモチベ変わるからな、マジで本当に。はい、シーズン19バトルパスの最終報酬はランページが一番可能性が高いとのこと。あ、そうか。見た目の方はまだ現時点では公開されてませんが、おそらくきっとかっこいいのを作ってくれたまえ。ですが皆さん、シーズン18にてある革命が起こったことはご存知だろうか。なんと最終報酬を25レベルでもらえるようになったんだよ。俺個人的には最高のアップで。 APEX あんまやらない系実況者凝固ってわけ。だって毎度毎度レベル100とか110とか行くのすごい辛かった。カジュアルばっかりやってるシーズンだと結構余裕なんだけど、別ゲーにハマっちゃったシーズンだともうきつくて。なので25レベルで一旦最終報酬というか進化スキンの最初をもらえるのは最高の仕様なこと間違いなし。これでもしシーズン19でこの仕様が記されたら、俺って何をすればいいの？クロスプログレッション。やってまいりました。クリオクリオ詐欺でおなじみのクロスプログレッション。もうこらえよと言えるのも今日が最後となるでしょう。なんとご覧の通り、クロスプログレッションのソースコードが APEX 内のデータに登場しました。いや、わかるか？まあ、とりあえず、クロスプログレッションに進捗がありましたよという話。新シーズン3週間前に、この進捗はかなりでかい。友達に CS から PC に移行してせっかく持ってたスパルでも手放さざるを得なかったってやついるんですけど、非常にかわいそう。クロスプログレッションについてはもう3年ほど苦節ありましたね。クロスプログレッションを追加して全プラットフォーム共通のデータにするよから始まり、いやちょっと話は忘れてくれ。これを経由しもう一度チャレンジしてみるよ。そして今とうとう呆れから進捗が出てきた。今 CS だけど PC に移行したいという方はあと少し待った方がいいかもしれない。いやでも早く来た方がいいわもうそのこと来た方がいいわ。 PC の APEX はマジで別ゲー。握ってるパッターそのまま移行できるし、最高の神ゲー間違いなし。早く来てくれプログレッション。やめてくれよ調達。
張るぜ。順番的に見たら次はマットマギーが来そうですが、俺の予想としては次はニューキャッスルが来るんじゃねえかっつう話。まあ理由としては前回のスパルジェがヒューズというこの順番通りの流れだったから。なので次はいつも通りイレギュラーな流れでニューキャッスルだと俺は予想するね。これに関しては何も情報は出てません。一切の俺の感想でござる。とはいえ順番通りマットマギーが来ても一切合切何もおかしくない。シーズン19もきっといいシーズンになるよね、ハム太郎。今シーズンの最高の思い出はオーバーウォッチがくそおもろい。ではまた、ウェー。